マリオ・レナート・カペッキは、イタリア生まれのアメリカの遺伝学者。ユタ大学教授。2007年、ノーベル生理学・医学賞の受賞者。同時受賞者は、マーティン・エバンズ及びオリバー・スミティーズ。マリオ・カペッキは1937年に、イタリアのベローナで生まれた。父親は、イタリア人パイロットであったが、作戦中に、行方不明となった。第二次世界大戦中。 母親は反ファシスト運動に関わったためダフハウ強制収容所に送られた。カペッキの母親は自分の持ち物を売って息子の面倒を見てくれるようにある農家に頼んだが1年後にはお金が底をつき当時4歳のカペッキはベローナの路上での生活を余儀なくされそこで4年を過ごした。母子は終戦後に再会し渡米した。カペッキは オハイオ州のアンティオキア大学に入り、1961年に科学と物理学の学士号を取得した。その後、ハーバード大学の大学院課程に進み、ジェームズ・ワトソンの指導を受けて、博士論文を執筆、1967年に生物物理学の博士号を取得した。カペッキは1967年から1969年まで、 ハーバード大学のソサエティオブフェローズでジュニアフェローについた。そして1969年にはハーバードメディカルスクールの生科学部の講師となった。1971年には助教授に昇格。1973年にはユタ大学の教員となった。1988年からはハワード・ヒューズ医学研究所の研究員も務めた。また、 国立科学アカデミーのメンバーとなった。ありがとうございます。